その、気持ちがあるかどうかというグラシアルですけど、あるでしょう。持ってますかね、近藤さん、はい、水を差さないでくださいよそうですか、失礼しました、はい、儀式ですからね、あればね、グラシアル。またそういうこと言ってるとね、うん、あのパリーグ専門チャンネルがね、うん、YouTube で私たちの会話、はい、気持ちよく上げていただけるんですよ、うん、そうですね、俺の名前はローニー・ロードみたいな、うん、みんな好きなのマカローニ・サラダそうですか、ちょっとこれまたこういうバトルするとすぐ、うんうん、まだね上がりますよ、そうですね、 Twitter や YouTube に、うん、パリーグテレビの、うん、パリーグ TV の運営の方、運営の方がね、はい、いつもありがとうございます、いつもありがとうございます。まあ、松ヤニを好む選手もいれば、このスプレーを好む選手もいます。はい。まあ、松ヤニ的なものがあのスプレーの中に入ってるんですけどね。はい、松ヤニの場合はこういろんなところについてしまったりしますね。あ、はい、いや、これもベタベタくっつきますよ。近藤さん。ね、うん、松ヤニの場合はあの茶色いちょっと何か、まあ、見た目も固形物ですからね。で、スプレーは噴射されてますからちょっと違いますよね。はい。ね。突きつけた瞬間にベタベタするというねぐらいのスプレーです。ベタベタする、うん、ベタベタと思う、ね、グリップが良くなるとかちょっと言葉選択してくださいよさ、なんかベタベタするって、はい、近藤さん、そうですね、失礼しました。またこのバトルがパリーグ TV の YouTube で載りますよそうですか、はい、角度ってアンダースローの好投手山田久志さんのようですよ。近藤さん、はい、なんで今山田久志さんが頭に浮かばなくて今黙ったの、山田久志さんよく分かってますよ、僕もアンダースローのも解説者でもいつも聞いてますよ。じゃあちょっと話を膨らますようにしてください、お願いしますよ、まあ、このバトルもまたパリーグ TV さんの公式 YouTube でバトル再発になるのかな、ちゃんと山本さん歌詞を分かってらっしゃるんですか、ちゃんと何の話ですかいやいやいや、ナチュラルでしょ。ごめんなさい、今ちょっとまた聞き間違いでした。パリーグの TV の方がYouTube で私の理性と思われるその音声を、うんうんうんね、ファイターズとまたコラボして、でこの2人の選手誰か分かります、あのファイターズの2人、ファイターズの2人、うん、どれなの今、ま、イラストでね描かれていた2人、金髪の短髪を言うたらもう、金髪じゃないですよ、正解は伊藤博美投手と野村投手と、うん、というね、この2人なんですよ、こういう、宇宙兄弟のねこちら、コラボの伊藤君と野村君、うん、野村選手が左側で、はい、でそうですね、もうこれ右側が伊藤博美選手、なんでこんな、あ、そうですよ、これそうですね、でファイターズの方を着ているのが、まあ、そういうことか、そうなんですよ、そうなんですよ、あの宇宙服着てる方が野村君と伊藤君、納得納得だったら分かりますよ分かります、近藤さん説明、ああそうでした、宇宙兄弟の2人がファイターズの日本を着ていると、そうそうそう、交換してるわけですね、分かりますよ、という2人です、もうまさにコラボレーションコラボですね、まさに2007年からモーニング、野球始まってないのに、オープニングがまたこれパリーグ TV の YouTube でまた勃発的な、岩本さんパリーグ TV 意識されますね、いつもね、いやいつもありがたいじゃないですかありがたいですね、本当にね、だって取り上げてもらえるんですよ、いや本当ですね、こんなに嬉しいこと美味しいことないでしょ、ありがたい時代になっています、コロナ禍で何かこうね、あの世界的にも長者が増えているみたいなねニュースになってましたよね、さあそんなことはさておき、バッターボックスラストバッターのキャッチャー甲斐です。甲斐が今日2連続三振の3打数ノーヒット、ここ数年で、うん、近藤さんの使用対応軌道修正、はい、今のは抜群でしたそうですか、うん、ここでストライク入ります、高すぎてよかったかなって思いますよね、あっぽめはい、長部ちゃん登場ですね、来ましたね、はい、あのこういう時もうわしに任せてくれ、もう緩いやつみんな取っちゃうから、うん、でも抜群の調合の砂と土のやついるばかりいますからね、ちょっと待っといてくださいねもう心の中ではそういう言葉を発してるような状態ですね、もうシャンシャンのこれもうクワカマもうこれめちゃくちゃ使いやすいんですよこれ、これ敵はいいですね、これマイクワですよ、マイクワこれもうずっと持ち歩いてるの、これ飛行機乗せる時大変なんだからこれ
飛行機には乗せてない、ね、乗せてないと思いますね。これ多分球場備え付けのやつですね。そうですね、はい、はい、あ、ちょっとプレート失礼しますね。あー、これねー、あー、ここ、あっち行け、えへへ言うて、あっち行け、なんとかこう試合をですね成立させるためにこういった方々の努力、まあ、それこそまあ、ただバッテリーとしては第一打席にやられたカーブでもう一回やられたというのはどうなんですか。やはり悔しさが残ってしまうんですか。まあ、カーブのイメージが源田に残ってるからこそそれをめんだーいやー言うてるかもしれない。